桐本幸子は、日本のアナウンサー。東京都出身。慶応義塾大学文学部卒業。血液型 A 型。1965年4月、TBS に、第10期生アナウンサーとして入社。組織変更に伴いラジオ局、放送部兼テレビ編成局アナウンス部に勤務、アナウンサー研修室設置に伴い、アナウンサー研修室付け兼ラジオ局第1。 制作部に勤務。その後、1968年6月、ラジオ局第一制作部兼アナウンサー研修しつつけ、1969年3月、放送部兼第一制作部兼第二制作部兼アナウンサー研修しつつけ、1970年7月、ラジオ本部アナウンス室、1989年1月、報道総局アナウンス部兼ラジオ総局、 情報制作局ラジオアイド部、1991年5月、アナウンスセンターにそれぞれ在籍し、ラジオ番組に、全国子ども電話相談室や、ラジオ図書館を、テレビ番組に、CBS イブニングニュース等の出演を務めていた。1993年12月、人事労政局人事ぶつけとなり、アナウンス職を離れる。1999年1月、TBS を退社。 3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、238から239ページ。1965.40期生9人入社、今村実のる小川哲也シャビ具象ゴミ、陸人しただ守る並び桐本幸子手塚俊子本田綾子 TBS のアナウンサーの動き、 TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、19から20ページ。65.40期生9人入社、今村実の川哲也社ビ具象ゴミ、陸人下田守並モびきりもとさちこてずかとし TBS のアナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、 東京放送、2002年1月、20ページ。1966年1月28日、組織変更。ラジオ編成局アナウンス部兼テレビ編成局、アナウンス部勤務のものは事例を用いずして、ラジオ放送部、勤務兼テレビ編成局アナウンス部勤務を命ずる。ラジオ編成局アナウンス部兼テレビ編成局、アナウンス部兼ラジオ編成局放送実施部。 放送課勤務の者は事例をモチーズして、ラジオ局放送部、勤務兼テレビ編成局アナウンス部勤務を命ずる。TBS のアナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、22ページ。1965年11月15日、アナウンサー研修室設置アナウンサー研修室付け。 県ラジオ局第一制作部勤務者、つ間村実、のる、小川哲也、くずもぐしょう、ごみ、陸くひとし、きりもとさちこ、てずかとしこ、ほんだあやこ、いわさきなおこ、えんどうやすこ、ふじたつねみ、ほりかわけ林こ、ほりかわゆうこ、あおきやすお、いしもりか ハット ABCDEFGHIJKLMNTBS のアナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月19ページ桐本幸子 66.1R 局放送部兼 TV 編成局アナウンス部67.11 アナウンサー研修室兼 R 局第1制作部 68.、68.6R 局第1制作部兼アナウンサー研修室、69.3放送部兼第1制作部兼、第2制作部兼アナウンサー研修室付 70.、70.7R 本部アナウンス室、89.1報道総局アナウンス部兼 R 総局、情報制作局 R ワイド部、91.5アナウンスセンター、 九 93.12E 人事、老生局人事ぶつけ、九十九点一大社 R、キグナスミュージックステーション、スカイパトロール、全国子ども電話相談室三代目お姉さん、火曜ゴールデンスタジアム、お昼のニューススタジオ、早起きクラブ、おはよう片山隆二です。チャレンジ放送局 TV、パッケージ局の村情報、東京エコー、ミキアユーロベスト店ハット a b c d e f g 3放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、238から239ページ。桐本幸子、1999.1対社 R、スカイパトロール、全国子ども電話相談室、チャレンジ放送局 TV、パッケージ局の村情報、東京エコー、ミキアユローベスト10。 ありがとうございます。